決まれば一撃 KO 間違いなし。トルネードキック。こんにちは、グリードテコンドークラブ安田です。今回は決まれば一撃 KO 間違いなし、ただし使い方を知らないと自分が危うくなってしまう技、トルネードキックを解説します。このチャンネルではテコンドーの技だったり上達法を解説しています。皆さんからのリクエストにもお答えしています。初見の方、まだチャンネル登録していない方も、よかったらチャンネル登録をして過去の動画や今後の動画も見てくださいね。リクエストやコメントなどもどしどし送ってください。はい、今回トルネードキックってことなんですけども、まあこれテコンドーではターンチャギって呼ばれたりしてますね。今回はトルネードキックという形で、統一して呼びたいと思います。まずはこちらをご覧ください。Здорово попал Халиф. Вот он, все. Тяжелейший нокаут. 今回の目次はこんな感じです。ドドン。トルネードキックの解説、技自体のね、単発の解説をします。トルネードキックのメリットとデメリット。デメリットの解決策ということになってます。ではまず技自体の解説からいきましょう。はい、チャンネル登録お願いします。まずは単発ですね、トルネードキック、まあ、上段に今日はいきますね。上段回し蹴りの派生技なので、上段回し蹴りをまずきれいにできないといけないですね。足の甲で蹴ります。やり方はまずね、横向いてる体、半身の体を反対側の半身にしながら膝を抱えます。この時にこの膝のね、延長線上がすでにこう上段向くようにしてください。でここから膝のスナップで蹴ります。体を反対側に向けながらこうですね、はい、この上段回し蹴り自体がきれいにできないといけないので、これはね、しっかり基本の上段回し蹴りを練習しておいてください。動画でも上げてますので、また別の動画で上げてるので、概要欄にリンク貼っておきます。そちらを確認してみてください。今から蹴りたい足が前に来ます。で反対の足、ね、蹴らない方の足が後ろですね。今から蹴る足はこの前足です。で最初に、一つ目の動作、相手にこの蹴らない方の足で、ね、これを相手に向けます。でこの時足の向きがもうすでに相手向いてください。この足が相手に向かずにこっち向いたりとかあっち向いたりするとこの方向蹴れないので、まず今から反対の足を送るときは相手の方にこの反対の足を向けます。で出した足と出してない方の足、これを入れ替えるようにして蹴ります。で、このね、足を出したときはまだ体を後ろ向いてますね。でこの体を正面に振り向きながら蹴ります。この動作をまず慣れないうちは2つに分けてやりましょう。1、2と。で1、2、この時間差をだんだんと短くしていって一挙動でできるようにします。ちょっと何回かやりますね。急に動くと痛いな。はい、技のメリット、この技のメリットなんですけども、まあ見た目が派手で決まればかっこいいですね、はい。で回転してこう勢いをつけてるので、その分威力がこう増してます、うん。でテコンドーとかだとすごい高得点な技になります。でデメリットっていうのが、見ていただいたように前半モーションがちょっとやや大きいんですね。前半がこうモーションが大きくなってしまって、なるこうそういう性質上、蹴りが相手に到達するまでがちょっと時間がかかるんですよ。勢いよくこう素早く蹴ろうとすると少しこう跳躍する必要があります。跳躍して回ってる間、その間は完全に無防備になってしまいます。そこで前半のこのモーションの大きさというか、この回転する到達するまで時間がかかるところ、どうやって解決するかっていうと、他の技と併用します。ターゲットに到達するまでの時間を、自分が安全で相手がこうひるんでるっていう状態を作るために、まず最初に
相手がねこう後ろ下がりたくなるような技を出します。例えば中段の回し蹴りの強いやつとかバーン出して、でこの状態でこの最初の技の勢いをそのまま使って次いきます、うん、こんな風にね。でしかもこの時にこう中上っていう風に変化をつけると変則的なフォローアップ1個目を、まあ、空振った時の次補う技だったり、あるいは最初1個目あえて避けさせてで次で追うという形を作れますので、うん、他の技と、ね、併用することをお勧めします。はい、ちょっといくつかの例をやってみたいと思います。よし、よし、ナイス、よし、OK。はい、こんな感じですね。チェロ、キョレ、せーの。はい、今回これで以上になります。いかがでしたでしょうか。トルネードキックっていうのは通常のね、回し蹴りの派生技です。なので基本の回し蹴りから確実に練習した方が上手くなります。決めること当てることにこだわってしまうと、うまくいきません。相手に見抜かれたりとか、ね、モーションが大きくなったりバレちゃうので、あの他の技とね、ぜひ併用することをお勧めします。で、いざ蹴るときはこう跳躍する場合は、跳躍はコンパクトにまとめられるようにしましょう。はい、いつもいいねコメントありがとうございます。まだチャンネル登録していない方、あなたのポチが僕の動画作りのモチベーションになって動画のクオリティアップになります。あなたに還元されます。なのでぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後に武道を習っているお子さんがいる親御さんにプレゼントのお知らせです。普段僕は子供をたくましく育てたいという親御さんたちをテコンドーを教えるという形でサポートをしています。直接会えない方にはオンラインの育児コーチングという形でもサポートしています。子供の個性を見抜いて伸ばす育児法をたった6時間で教えています。受講者の方からも好評をいただいております。興味がある方は僕の公式 LINE にお友達登録してください。 LINE 公式内では売り込み等は一切ありませんのでご安心ください。登録していただくとお子さんの生まれ持った気質個性がどのタイプかが分かる気質診断の動画と PDF の解説レポート、この2つを無料でプレゼントしています。これはすぐに届きます。気になる方は概要欄のリンクをチェックしてくださいね。以上、最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。せーの、いいね、お次終わり。